えー、マイク・バーキラさんどうもです。えー、カブくん、こんばんは。えー、カブくんの US クラシック女子フリースケーティングの動画で、僕とホラフキさんがちょっと険悪になっています。えー、やりとりを見ていただければわかります。えー、迷惑をおかけしたら、えー、ごめんなさいということですね。うん。ちょっと見ていきたいと思います。えー、こちらのコメントに対して、 言っているということですね。えー、かぶくん、え、マイクワークヤさんのこちらのコメント。これは前も読んだんですけど、もう一回読んでいこうと思います。えー、カブ君おはようございます。1月の四大陸の時より、 オードリー・シン選手は注目をしていましたよ。河辺愛菜ちゃん、表情が明るかったですね。キスクラでも美穂子先生と、えー、楽しそうに会話をしていました。で、この移籍は良かったのかもね、えー。美穂子先生の指導に期待ですね。えー、回転不足が課題かな。で、U4 選手はちょっと元気ありませんね。 トリプルアクセルの成功率も相変わらず低いしね、モチベーションが下がっているのかなトリプルフリップは世界選手権でも転倒してしまいましたね。あれがなければ表彰台だったのに、何か苦手意識があるのかなキュミ・イレム選手は転倒して壁にぶつかり、大きな音がしてしまいましたが、それはトリプルフリップですよ。それを えー、ものともせず、えー、逆転優勝はご立派。えー、この選手はもともと情感あふれる演技をしていましたね、えー。男子ショートプログラマー、我らが島田幸四郎君の、えー、首位ですね。89.18ということに、えー、でございます。で、これについて、BNN ホラークさんなんですが、あれがなければ表彰台、2位ですから表彰台ですという感じなんですね。 そしてマイク・バーティラさんから、えー、b n n ホラークさん、こんにちは。失礼ながら文章をよく読んでくださいね。えー、僕が言っているのは世界選手権の、えー、時の、えー、ことですと。US クラシックは文句なしで表彰台ですよ。そして b n n ホラークさん、あれあれよく読んだつもりだけど、 だだと思ったんだよねトリプルフリップは世界選手権でも失敗したということを挙げて、今回の大会の結果を説明したと思い込みました。世界選手権は表彰台と書いていた方が分かりやすかったかもねということで。えー、マイク・マーキャさん、えー、こんばんは。失礼ながらよくお読みになったとは思いませんでした。それとも僕の日本語力が低いとおっしゃりたいんですかあれがなければ表彰台の主語は世界選手権ですよ。 うん、そして BNN ホラヤクさん、えー、その主語に気づ,く気づけなかっただけです、えー。言うならば自分の読解力不足ということです。足からずということですね。まあ、これは多分、あの、そうですね。えっ、ー、と、何て言うんですかちょ。ちょっとした何かの食い違いっていうのがあったのかもしれませんね。うん、そういったあの感じなので、うん、まあ、できれば、 何事もなければいいかなとは思いますけどもね、うん。た、まあ、多分食い違いで起きてしまったことなの気がするので、うん。はい、うん。えー、それから、えっと、もう一人なんですけど、これ僕に対してのまあアンチコメントが来てしまったんですが、えー、吉沢みゆきさんから、なんであなたにお願いされるのえ、し馬君くんのファンですよね、え、かぶさんは。 糧が違いますよ。プロになった羽生結弦さんの名前を使い、いいね稼ぎですかもう昌磨くんだけで動画作りませんか羽生結弦の名前出さないと稼げないのですかということで、これ、お願いっていうのは、あの、ずいぶん前にあげた羽生結弦、宇野昌磨選手のファンの皆様へ、えー、一生のお願いですから、仲良くしましょうっていう動画でしたね。うん。はい。まあ、あの、うーんーとな、なんかその、 うん、仲良くしましょうという感じなんですけどね。うん、まあ、あのー、うん。何て言うのかな。うん、まあ、いっかっていう感じは、えー、してますけど、とりあえず、えー、くんのファンと羽生くんのファン、仲良くしましょうというのは、僕のお願いでございます。はい。なので、よろしくお願いしますという感じですね。うん はい、えー。そしてすいません。次、台風情報を先にお伝えしていきたいと思います、えー。夏美さんからおはようございます、えー。台風14号で特別警報が発令されましたよ。線、え、状、ー、降水帯も発生するようですから、大変なことが起こりそうということですね。何か不安な気持ちになりますが、えー、スケートで気分を変えようと。 翔馬さんのあの滑らかなスケーティングはジュニアの頃からです。えジュニアの全日本、翔馬さんが11くらいの時だったから、コールされて滑り出してずすぐに、うー他のことは違いますねと、え解説者、探偵だは今でも動画を見ることができますが、今と変わらないやんと思ってしまいます。まあ、変わらないです。変わらないはずないですけどね。 ずいぶん進化していますから、かぶく朝ごはんは食べましたか朝パンああ朝パンかということですね。実はね、僕、今があの夜を迎えていまして、これから夜ご飯をね、ちょっと食べていきたいなと思っていますね。うん。今日の夜ご飯は、魚を、えー、いただいていきたいと思っています。はい。 えー、そして、レモンみかんさん、どうもです。かぶくんちの嵐は収まりましたかいやー、ちょっと風が強いですねあ。でね、今年ですね、ちょっと一つ言うと、あの、欧州を含めて、ベルギー含めた欧州がですね、極寒になるらしいです。記録的な寒さになるという情報が出てるっぽいですね。うん、本当に寒くなるっぽいですよ。 うん、台風14号の情報をありがとうございます。株君の解説が分かりやすかったです。で、伊勢湾台風並みと聞きましたが、そうならないことを祈ります。うん。いや、なんか、本当なんか、それ級らしいですね。九州の皆様、十分にお気をつけくださいませ。九州は台風銀座と 熊本県の友人が言っていました。私の亡き母はの実家はだいぶあ大分県なので、えー、台風が去った後の、えー、別当が全部飛ばされていたこともあったり、また屋根,の屋根の瓦が飛ばされたりで、強い勢力の台風が来ると、えー、大変だったらしいですで。神奈川県は今はまだ静かですが、曇って湿気があり、 なんか暑いです。そして、彼岸花が咲き始めましたが、来週20から26日まで、秋のお彼岸の期間は、で、またお墓参りに行きます。9月も後半、早、確かに早いですね。もうすぐで10月ですね。うん。で、多分、この神奈川県は、台風からの南からの湿った空気に入ってきてますね、多分。うんで。どんどん近づくにつれて入ってくると思いますので、これからちょっと、 あの蒸し暑くなってくるんじゃないでしょうかね、今週の火曜日あたりは、うん、風も吹きまくって、うん、そしてレモンミカンさんからもう1丁入ったんですが、かぶくん、台湾南部でマグニチュード6.7の地震があったということですね、台風といい地震といい、その14分後にマグニチュード4.9。 その40分後にマグニチュード5.3、その10分後にマグニチュード5.5、その15分後にマグニチュード4.6って群発地震がどんどん起きてるっぽいです。で、台湾の皆様が無事でありますように、えー、この間、中国四川省でも大きな地震があったばかりということですね。四川省は何かと地震だったりとか洪水とか本当に多いですね。うん。で、 台湾南部ってことは、これは多分、あの、陸地の話ですよね、多分ね。で、マグニッチュード6.7なんで、かなり大きいかなと思います。はい。はい、えー、そして、えーと、 そうですね僕についてのお話もちょっとしていきたいなと思ってます。そ、え、ら、ー、かやさん、どうもです、えー。某ラーメンチェーン店のラーメンが好きと言っていたため、もしかしたら案外、後楽園かもしれませんね、うん。これは羽生くんのお話になってくるんですけども、羽生さんはそういうふうにおっしゃってましたね。で羽生さんはとにかく練習の鬼ではないかと思います。えー、確か、大沢コーチに練習量を減らすように指示指導をされたこともあったと思います。他の選手に て真似した際と言っても不可能ではないかなと思います株さんも理科強化にかなり苦しめられましたかあの特に物理ですね物理と化学版も全くわからずモールっていうのありましたよね意味わかんないですね うん、え少し私の話にお付き合いくださいえ。特に数学には中1から高1までずっと常に苦しめられました。え中2の時の定期講座で12点の経験があり、これが学校のえテストでの史上最低点でした、うん。僕は15点だったかな。中学校で数学でありましたよ。同じくね。えこれあ これ以外にも10点だよの複数回経験があります。中1以降数学の成績だけは一度も3は取れず、常に2でした。 致命的と言わざるを得ませんね。小6までの算数から中1からの数学になった瞬間に一気に難易度が上がり、太刀打ちできなくなったことを今でも覚えています。多分僕も同じですね。そういう感じだった気がしますね。うん、理科に関してもかなり苦しめられ、ギリギリ3を取るのがやっとでした。あの、そしてですね。 えーこれですね、受験可能な高校を、えー、挟めないようにするために、えー、全教科の平均評価を、評点を何とか3以下にならないようにしないといけないため、えー、勉強面では中学時代が一番苦しめられました。今思うと、この状況で部活と、えー、家庭教師による数学と英語の指導、 え2回、えー、ピアノの習い事、週1回まで両立して生活をやりくりしていた自分が、えー、すごいと感じることまであります。えー、高校に入ってからテストの難易度が、えー、ど,のどの教科も少し下がり、うん 問題が多発する前の1学期だけは少しだけ点数が伸びましたが、それもつかの間でした。私は残念ながら理系には不適合のようです。おまけに高一の時の担任は数学であり余計な世界でした。うん。 数学の先生は厳しいですよね。幸いこの人から数学を教わることがなかったことだけはせめての救いでした。うん、数学の教師は何かと厳しい方が多いっていうのが結構ありますね。僕は中学校の時に、えー、と数学で15点っていうのがありましたけど、実はあの自慢でも何でもないんですけど、3、2以下っていうのを1個も取ったことないんですよね。全教科で。うん、あの、すべて3以上でしたね。うん、でも あの、言っちゃうとですね、数学で僕は15点だったときっていうのは、あの、ACCC でした。評価点がね。つまり、あの、A っていうのは、これは平常点の部分で、態度とかっていうのがあるんですよ。あと発言とかよくするんですよ。だから A は取れたんですが、他のところは全部周でした。で、こうなってくると、場合によっては3をもらえるんですね。だから、奇跡的にこの時は3をもらえましたね。うん。だからね、成績はね、そんな感じだったんですけど、あのー、うん。 なんかね、結構、まあ、先生に、こう、媚びを打ってたっていうか、なんか結構、いい子ちゃんぶってたっていうのがあって、表情、平、平常点がね、伸びるんですよね。なぜかしないとね。うん。なので、そういったところで、まあ、結構ありましたけど、うん、高校の時はね、物理で0点とかちょっとありましたからね。高校の時は、3以下を、2以下を取っちゃうと、確か、あの、留年になっちゃう気がしたん、ね、で、確かね。あか、あの、追試っていうのに加わる、 っちゃう気がししまたかねうんただまあこれは学校の定期テストの話ですのであのね到達テストなんでやったらですねあのやばいですよあの本当にうんあのこっちの方が大事なんですけど多分ねへえー、っと偏差値とかもう40とかいけばまあまあだった気がするんで普通に35とかだった気がしますはい。 やばかったですね、うん、だから先生に媚びうるのは結構、まあ、言いこぶるのはうまいんですけどただまあ,あの実力はないんですよ全然ね。 はいえー、テストで0点と聞いてびっくりしましたが、体調不良のためじじ受験を断念をしたからだったんですね、えー。その場合は点数は0点ではなく、不受験ももしくは未受験扱いになると思います。えー、ちなみにその経験は高校の時ですかあ、これね、高2かな高2の時ですね。高1かな高2ですね。うん。物理のテストでしたね。全くわかんなかったです、えー。ちなみにその経験は、あ、私の時も高校に関しては、えー、試験欠席の 場合点数は見込み点でつけて、あとは平常点をつけて、表点を出す方式でしたね。で、中学の時は受験したいと、成績判定不可という決まりがあり、5日必ず受験という決まりでした。あ,ありましたね、そういえば。うんちょっと難しくなるんですよね、そういえばね。うん はいえー、そして、えーっと、こちらが、えー、もう一つなんですが別のコメント欄に某チェーン店は後楽園とも書きましたが鴨さんがおっしゃった通り餃子の王将の可能性もありますね。 うん、餃子の王将でもラーメンもやっていますね。私もえこのどちらかと予想しています。結構僕、餃子の王将好きなんですよ。でも後楽園も美味しいですよね、うんえー。家族にテイクアウトをしてもらうか、Uber Eats を利用して自宅で召し上がることなんかはあるかもしれませんね。いやすみません。急にお腹が空いてきましたね。うん、で、無駄になりますが、この夏に宮城県内の 大阪大将の店舗で起きた、なめくり騒動の件ですが、あ、これありましたよね。うん。その後、営業再開することなく、8月26日付で閉店となりました。え今回、事件が発生した仙台中田店は、直営店ではなく、フランチャイズ店であったことも判明しました。フランチャイズ契約を結んできた有限会社、5M 表示のいうところが3、最大の え問題だったそうですということみたいですね。うん、でも、羽生君、この時あの、某、えー、チェーテンって言ってましたからね。うんまあ、この時、名前出したら、え、あの問題を起こした大阪王将だったの,だったのか、うん。でも、なんとなく後楽園の可能性が大きいかな。分かりませんね。うん えここからは、えー、フィギュアスケートの、えー、ロンバルディア杯、そして US クラシックの話ちょっと入ってますかね。あ、ほとんどロンバルディア杯かな。うん。えー、マイク・バーティラさんどうもです。えー、カム君こんばんは。カオちゃんちょっと元気ないですね。これはあのショートプログラムの話なんですけど、トリプルフリップ、トリプルトーループはオーバーターンですね。で、渡辺倫果ちゃんはパーソナルベースですから、 パーソナルベストですから良かったと思います。フリースケーティングでトリプルアクセルの成功を祈っています。で、ひぐちわちゃん、やはり怪が明けもあるのか、えー、難易度を落としている印象ですね。最近、ゾウちゃんの選手、元気いいですねっていう、確かに、うん、いいと思います。樋口選手はどうしちゃったのかなうん、ちょっとね、フリーでもね、かなりちょっと良くなかったんですよね、今回は。うん はい。ちょっと見ていきましょう。195t さん、どうもです、えー。私もさっき見つけて YouTube に変えました。あのー、スポーツ U2 チャンネルっていうのがあったんですよ。で、これがとにかく見にくくてですね、止まるんですよ。でも YouTube で、あのー、見れることができるようになったんですよね。えー、こっちの方が見やすくて助かりますね。しかし、なぜ今日から、うん、まあ、多分、あのー、 なんか、お問い合わせ、問い合わせがあったんじゃないですかね、多分ね。あ、フェイクは昨日からいくつかありましたよ。これ困りますよね。よくありますね、あのパターンも。でも今日は本当のライブ配信ですね。夜も更けてきたけど、ゆっくり楽しみます。うん。まあ、それがさっきの話でしたけどね。はい。で、今日は男子のフリーがあるんですが、うん。 はい。えー、そして、リーさんどうもです。お知らせありがとうございました。こちらでして今、今、えー、見終わりました。リンカちゃん、すごかったですね。うん。カムさんのコメントが流れるたびに、そちらも気になり、一緒に観戦気分で楽しかったです。うーん。いやー、ほんと、たまに僕遊びに行きますので、皆さんよろしくお願いしますね。うん。いやー、ほんと、久しぶりになんか、久しぶりっていうかね、うん。あの、ま、あそんな感じで、うん。 本当によかった,、ね、った。あの、渡辺んかさんが本当に良かった。うん。え、ピッコロさん、ありがとうございます。え、日本女子ワンツーフィニッシュ、目が覚めちゃった。え、ライブ放送を教えてくれた方、かぶ君もありがとう。ちょっともう一回、最初から見ようと。うん。ぜひ皆さん、もう一回見てきてくださいね。うん。僕もちょっともう一回復習したいくらいです。でも、今日男子フリーがあるんで、うん。まあ、今日はもちろん出ますけどもね、これから。うん。 はいただですね、残念なお話が入ってきました。えアクアマリンさん、よろしくお願いします。ジュニアグランプリ第4戦のアルメニア大会は中止になりました。え延期開催、または残り大会へのエントリー,再エントリー、えー、再割り当ての2つを検討中と ISU のホームページにありました。えー、残念ですが、仕方ないですね。うん、もうこれちょっとなんか戦争状態になってしまうみたいな話がちょっとあって でまあ、その影響かなんかわかりませんけど、まあ、あの中止になってしまったということみたいですね。うん。はい、ということでございます。うんえー、そして、高藤さんよろしくお願いします、えー。こんにちは。ロンバルディア杯、熱かったですね、うん。興奮しました、僕も。渡辺さんのフリースケーティングの曲は、2009年、11年に日本で放送されたジンというドラマのサントラです。あ、なるほど。現代の 医者がヒョン物語の肝なことから江戸時代にタイムスリップして医療の発達だったり争いでの活躍だったり葛藤を描いた名作のドラマです。 うん、で時代劇なので、芸者らしい曲だったり、えー、戦いや手術シーンなど緊迫した曲、えー、ストレートラインステップシークエンスでは、クライマックスなどよく使われていた、えー、もう聴いただけで涙があふれる曲が使われていますねで。渡辺さんのスケーティングによく合っていますよね。えー、初めてこのプログラムを、えー、見たとき、鳥肌が立ちました。ところどころステップなどで、音ハメをしているのがハマりまくってて、特にストレート トレインステップシークエンスの途中の2つ目のクラスターの直後、ループターンをして足を変えてウィンドミルするところ、あーそこちょっともう一回見たいですね。今回は音に遅れてしまってはまらなかったですが、あそこがハマるとまばたきを忘れます。 えー、そうじゃなくても、全要素を使ったメリハリやスケーティングの変化が楽しいプログラムですよね。うん。もう僕はもう本当に感動しましたよ。でも、そういった細かいところもちょっと見ていきますね。えー、ジャンプだけがフィギュアではありません、えー。渡辺さんの、あ、そうですね、ここは読みましてですね。えっと、うん。えー、そうじゃなくて、えー、うん。ここ読んできて、はい、えー。ジャンプだけがフィギュアではありませんが、 ぜひトリプルアクセル2つ入ったプロを見たいところですね。なんでグランプリシリーズ派遣ないんだろうか。うん、これ気になりますよね。それからトリプルアクセルが、まあ、コンビネーションでも彼女できると思うんですが、今回はあの回避しましたね。で、樋口さんはようやくトリプル飛ぶところまで戻ってきた印象ですね。うん。一応トリプルサルコは決まってたかなってありますけど、トリプルルスがちょっと決まらなかったと思いますよね。で、フリースケーティングの前半は樋口さんらしい曲なんですけど、えー 後半はどこか挑戦というか、樋口さんの新しいものが見れそうでワクワクしています。うん怪我だけは気をつけてほしいです。彼女はね。今回選曲は非常に良かったですね。うん、ただ、ね、ちょっとやっぱりあのー、体が絞りきれてないかなっていう印象があるので、まあ、多分これ怪我の影響とかも関係してる可能性ありますけど、そこがちょっと僕はかなり気になってますね。はい。 えー、そして、マント・マンクレヨンさん、どうもです。えー、渡辺倫果選手、オールラウンダーですね。うん。どこをとっても素晴らしかったです。表現力も良かった。キャシー・リーダーさんの振り付けで、えー、どれも素晴らしく大好きです。うん。ということで、結構素敵でしたね。かなり素敵だったと思いますね。うん。あの、ショートの時は、僕さらの単語で、結構他,他の方もやってる感じがあったんですけど、このプログラムは傑作ですね。うん。もう一回見ていきたいと思います。 はい、そして、アンパンタンさんおはようございます。渡辺倫果選手、勝っちゃいましたね。うん、そうそうそう、すごい、146.31がえハイスコアなのは言うまでもないですが、最後のジャンプがトリプルルッツで、えー、しかも1.3点しか入ってない、うん、あのミスったんですよね、最後ね。成功なら VB ベーシックバリュー6.49 GOE で7点以上が見込めるのでもっと上がります。うん。150点超えますよね。トリプルアクセル日本構成もあるからかな。PCS も現状の8点台で十分高いですが、もっと高みを目指していきますよね。うん。彼女は PCS はもうこれまでもそんなに高くはなかった感じがあるので、結構まあ相場な感じはしますけど、これが伸びてくるとまだまだ 伸ばしていけそうな気がしますね。で伸びしろはまだたっぷり、えー、グランプリシリーズの派遣がないのは驚きですが、どこかの大会で欠場者が出れば、すぐに追加招待、追加派遣のお声がかかりますよ。うん で、他選手の欠場を願うわけではもちろんないですが、ほぼ間違いなく出番があるでしょう。ジュニア、ノービスの有望株が多い MF アカデミーで、シニアでトップレベルに入れる実力をつけてきた渡辺倫果選手の存在はかなり大きいと思います。うん、そうですよね。 決して早咲きではないという点でも、希望の星ですよね。面倒見の良さそうな性格でもありますし、いろいろな面で良い講座になっているそうです。で、坂本香織選手は爆発を踏めば踏むほど良くなってくる選手。これもそうですね。うん。世界女王のプレッシャー。初戦から年下選手にトリプルアクセルを決められ、破れ、雑音もおろそ おそらくあり、焦りを感じてしまうかもしれませんが、精神力が並大抵ではない選手なんで、きっと大丈夫。えー、神戸 そうですね、神戸組のサポートも手厚いはずで、ステイヘルシーでさえいれば、シーズン中盤から後半にかけて、改めて強さを証明してくると思います。細かいところで一つ気になったのは、坂本選手は今大会、スピンレベル4、新要件6つのうち、明確なチェンジエッジと難しいフライングエントランスの2つしか使っていなかったはずあー、なるほどですね。 うん、あと1つ加えないと3つのスピンをレベル4で揃えることができないんでどう対応してくるか注目したいですねと神戸組は意外とそういったところはやらないことが結構多いですよねうん樋口若葉選手はえさっきの北京後に万全ではない身体で世界選手権 SOI スターズオン・ワイスに強行出場出演したことが尾を引いているのかな実力は誰もが知っているところなんで時間をかけて調 胴体を整えていってほしいです,そうです、ね。彼女はもう焦らずに今回やっていいんじゃないかな思,う思いますた、僕、本当に、うんえ。全日本女子の戦いはどうなってしまうのか恐ろしいです。いや、本当ですね。いや、真面目に本当ですよ。うん、あのジュリアも、いや、バイクになってますからね。うん、本当に、あの、ありなしてまずいと思いますね。うん。あの、まだまだいろんな選手いますから、いやどうなっちゃうんだろう。うん 松池選手とかもいますからね、うんはい、という感じで、今日は終わりにしていきたいと思います。はい、まあ、明日ね、もしかしたら、えー、プロトコル表を見てお話ししようかと思いますので後、えー、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上です。